時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。恵み深い父なる神様、皆を賛美いたします。あなたがこの朝も私たちを聖なる招きを持って身元に引き寄せてくださり、私たちを一つの御霊によってあなたを礼拝させてくださいます幸いを心から感謝いたします。主よ、どうぞこの朝も私たちをあらゆる罪から清め許してくださって、御前に礼拝するものとして整えてくださいますように、どうぞ私たちが祈られたようにあらゆる思いから思い煩いから放たれて、あなたを求める時とならせてくださいますようにお願いをいたします。主よ、もし今向かっている兄弟姉妹がありましたら速やかにお送りくださいますようにお願いをいたします。とどめられている一人一人にあなたの必要な助けが与えられますように、神様がどうぞこの世界を憐れんでくださいますように、本当に苦しんでいる人たち、虐げられている人たちをどうぞ本当にあなたが守りとなってくださいますようにお願いをいたします。どうぞ今私たちにも聖霊を豊かに注いでくださって、あなたの御言葉を受け取らせてくださいますようにお願いをいたします。皆によってお祈りをいたします。アーメン。はい、今朝はこのマルコによる福音書1章の14節15節から、神の国の福音というメッセージを取り継がせていただきたいと思っています。で、特にこの15節のところ、今日この言葉をぜひ心に留めていただきたいと思っていますけれども、時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。もう何度、説教をさせていただいているかと思いますが、この著者マルコは簡潔にですね、これがイエス様の宣教であったっていうね、イエス様の宣教ということは説教とも言えるんですね。これがイエス様の説教であった。だからこれがイエス様の生涯、語られたこと、話されたことであるっていうことですね。大きくここに4つにこうそれが分けられておりますけれども、非常にこう分かりやすい言葉で示されていると思います。もうすべての物語を この言葉を通して受け取ることができるほどですね。でお話に入っていく前にですね、今朝はどうぞ皆さんがぜひですね、この最初にこの福音に接した時、いつあなたはこの福音を最初に聞かれたであろうか、どこで誰からですね、そういうことをこうちょっと思い巡らしていながらこう聞いてほしいと思うんですね。ちっちゃい頃か、学生の頃か、もう働いていた時か、いろんな時があると思います。その時もう一つ大事なことは、その頃あなたはどういうことを思っていたか、どういう状態にあったか、この福音を聞いた時あなたはどういう思いを持って過ごしていたかっていうことですね。それがとても大切だと思います。そしてその時イエス様を信じたその時、あなたはどんなこう思いになったか、どんな気持ちになったかということもですね、また思い出しながらこの今日のメッセージを聞いていただければと思っていますね。それでは改めて、もう皆さんがよく知っている
イエス様の宣教を聞いてまいりたいと思いますね。まず初めの2つですね。イエス様は時は満ち、神の国は近づいたとおっしゃいました。で、これが実際は福音ですね。時は満ち、神の国は近づいたというこの出来事が神の福音と言ってよろしいと思いますね。時は満ちというのは、それは特別な時なんですね。もういろんな時のことを言ってるんじゃなくて、これは特別な時。ギリシャ語ではカイロスっていう言葉が使われてるんですが、これはね、この特別な時を指す言葉って言われてますね。それは神様の救いの時っていうんでしょうか。神様が約束された救いの時、その時が満ちっていうんですね。訪れたっていうことが、この時は満ちということであります。もうそれはアブラハムさん、最初にですね、今から4000年前の方ですね、そのアブラハムを召した時から言われています。イサクを捧げなさいとおっしゃった神様がですね、アブラハムが本当にイサクを捧げようとしたので、もう喜ばれたことですね。それで神様はアブラハムにですね、地上の諸国民はすべてあなたの子孫によって祝福を得るとおっしゃいました。もうここに最初にですね、このアブラハムにもこのメシアを通して、アブラハムの子孫を通して全世界が祝福を得るっていうことをこう約束されておりました。それからずっと下がってですね、この出エジプトをさせるために、もう何年でしょうね、アブラハムからだともう600年ぐらい下がっているんでしょうね。1300年前後ですね。ですから BC1300 年ですから、モーセですよね。モーセがこのイスラエルを導いてですね、荒野を旅して、そしてもう神様の約束のうち目の前にしてですね、神様が与えられる約束が、私のような預言者を立てられると主が言われるっていうですね、モーセと同じような預言者を神様が立てられるっておっしゃって、この方に聞かなければならない、あなた方はこの方に聞くようにっていう遺言を残して、モーセはこの、使命を終わるわけですが、さらにご存知のようにダビデについても、神様はこのあなたの子孫の中から彼の王国の王座を常しえに固く据えるってですね、このね、ダビデに対してもですね、このやがてメシアをお使わしになることをこう約束されるんですね。まあ、このアブラハム、モーセ、ダビデに対してのこの神様の約束、さらにですね、詩編、イザヤ書、エレミア書を通しても、もう神様のこの約束が繰り返されています。ご存知ですから、もう全部挙げることはしませんけれども、詩編の2編と110編は有名ですね。聖なる山シオンで私は自ら王を即位させたってあります。エルサレムで王を即位させるっていうか、それはもうエルサレムで十字架がこの掲げられるっていうこと、十字架においてもう全ての人をご自分のもとにこの引き寄せるっていうんでしょうか。キリストの十字架は全ての人、民をこのそこに包み込んでしまう、そういうこの出来事ですね。で、110編の方はこの私の右の座につくがよいっていう復活の主に与えられる言葉が記されていますね。
イザヤ書はもう明確な言葉がですね、いっぱい出てきます。一人の緑子が私たちのために生まれた。身を乙女が身ごもって男の子を産むっていうですね、次々、まあぜひ、いちいちその印象のところ言えませんけれども、そして40章の3節には、主のために荒野に道を備えようっていうね、バプテスマのヨハネの予言がここに与えられてますね。さらに50イザヤ書の52編、53章はもうご存知の通りですね。そして61章の1節には、主は私に油を注ぎっていうね、油を注ぐっていうのがメシアっていう意味です。キリストという意味ですよね。神様は私に油を注がれた。神様の使命のために私をお使わしになったっていうですね。エレミアの31章の31節には、見よ、私はイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると。この古い契約に対して新しい契約を結ぶ時が来ますっていうことを神様はエレミアにこの予言させられているわけですね。このように神はこのイスラエルっていう民を通して全世界のこの救いの約束を与えられた。その時は未知っていうことです。その時が訪れた、その時が成就したということが、この時は未知です。神様が旧約聖書によってご自分のこの御心を告げ知らせておった、その一切の時は未知、今や訪れたのであるということですね。そしてそれは、その時の訪れは具体的に言うと、それは神の国は近づいたであります。時は未知ということは、神の国は近づいたのだということですね。神の国は到来したということです。これは皆さん、近づいたっていう言葉は何かこうちょっと分かりにくいところがあるかもしれない。神の国は到来したですね。分かりやすく言うと、神様の恵みのご支配が到来したということです。これが神の福音であるということですね。もうこのあたりのことは皆さんはもうそのことよく分かってらっしゃるという感じで、どうぞ受け止めていただいてよろしいと思うんですね。で、ここからちょっとだけですね、説明しますけれども、イエス様がおいでになった今から2000年前の頃は、イスラエルではどういう状態だったかといいますと、この神の国ということがもちろん強い関心を持たれていました。で、イスラエルの中ではね、神の戒めを行う者が神の国に入れるのだっていうふうに教えられていたんです、ね、神の戒めを忠実に実行する者、その人たちは神の国に入ることができる。またもう一つの考え方は、神の国がやってくるなら、それは神がね、世界をお裁きになってくださることだっていうふうに、そのことによってこの自分たち今苦しんでいるけれども、自分たちはこの解放されてこの祝福を得るんだっていう、それが神の国の到来というふうに捉えていた。皆さん知ってらっしゃるように、あのバプテスマのヨハネもこういうところがありますよね。見よ、この私の後に来る方、彼が来たらこの全部がですね、白黒はっきりさせられるっていうですね、そんな生ぬるいことだったらですね、とても耐えられないいうぐらいにですね、だから悔い改めよってこう悔い改めの説教をしていくんですけども、それがバプテスマのヨハネでした。バプテスマのヨハネはだから神の国が到来したら何かこう事態が一変するっていうぐらいにですね、思っていたわけですね。だから罪を悔い改めなさいってこう迫っていったわけですが、それに対して皆さん、イエス様の神の国の到来はどんなことであったか覚えていらっしゃいますか。
そういう自分人がですね、律法を実行したらそれを受けることができるっていうような事柄とはもう全く違うっていうこと、大いに異なっていますね。それがイエス様の言う神の国であります。ちょっと修法のこのところもちょっと見ながら、今 上側ですね、このマタイの11章に記されている言葉はイザヤ書から取られている言葉ですね。イザヤ書のこの35章ですねと61章の2つの両方のところから引用されている言葉なんですね。で、その時ですね、イザヤの35の5章で見ると、目見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開くっていうね、聞こえるっていうところがありますね。そして歩けなかった人が鹿のように踊り上がるっていうのが35章の6にあります。だから足の不自由な人は歩きってなるんでしょうね。口の聞けなかった人が喜び歌うっていうね。そして61章の一節には、貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、そういう言葉がこう前後しているところがありますが、イエス様がおっしゃった言葉はそのイザヤ書の35章61章からこの一緒になっている言葉ですね。これが神の国の到来っていうふうに言われているわけです。まあ、ちょっとだけ言うと、この見えない人の目が開きっていうのは、この盲人の目が開くっていうこともそうですが、この目が開いてても見えないっていう目のことの方が重要ですね。要するにこの目があっても真理が見えていないっていうね、神様が見えていない目、そして神の言葉、神の声が聞こえない耳っていうんでしょうか。歩けなかった人が鹿のように踊り上がるっていうのは、これも歩いていても決してそれは真理を行うために歩いているんではないという、すべて真理との関係、そして真理ということは神様との関係ですよね。真理とは神ですよね。だから口の聞けなかった人が喜び歌うとありますけども、このこれはいろんな言葉は知ってる、この世の言葉は何でも喋れても、神様を賛美するということを知らなかった口ですよ。神を賛美するということを知らなかった口が、神様を賛美するものに変えられていくことですね。そして貧しい人に良い知らせが、この世の中ではこの貧しいことは災いのような不幸のように思われていますけれども、貧しいと思っていた人が、あ、私は幸せなんだ、幸いなんだと言わせられる。すなわち飛んでいるものがもう全くそれで幸せだと思っているんだけど、聞く耳を持たないその姿ですよね、に比べて貧しい人は、その本当にものすごくこう穏やかに聞くことができるというんでしょうか、自分に対する神様のご計画を聞くことができることによって、こう永遠の命を得させてくださるということですよね。幸いとはね、あの金持ちの前のラザロじゃないけども、本当に
最も悲しい、最も不幸に見えるその人にとって、その人においてですね、実はこんな幸いな人はいないという生涯を彼は歩んでいるということがほとんど隠されているということですよね。そういうもう全くとんでもないこの何でしょうかね、私たちが見えていることと本当に神様が見てらっしゃることとの違いがそこにあるっていうことが記されているわけですね。そしてこの打ち砕かれた61章のところ、イザヤ書の61章、後からどうぞご覧ください。打ち砕かれた心を包み、ね、もうそれはもう大切なものを失ったというような時ですよね。あるいは自業自得じゃないけど自分で大失敗してしまったようなことですよね。しかしその打ち砕かれた心を包んでくださるっていうね、お前なんか知らんってこう投げ出さない、囚われ人に自由をっていうことです。私たちはいろんなことに囚われる。そして悲しいかな、このね、若い人たちが自殺するなんていうことが起こっていきます。お前はああだのこうだのって人に呪われたりするとですね、お前はもう最も小さいものだってこう何の価値もないものだって言われたら、私たちはもう本当に生きるのもう詰まってしまいそうですけども、囚われ人に自由を与えてください。本当にその束縛から解放してくださる。つながれている人には解放を知らせてくださる。つながれてるっていろんなものにつながれていると思いますよ、人間はね。悪い習慣につながれている、お酒につながれているかもしれないけど、いろんなことにつながれている。もうサマリアの女じゃないけど、このね、男の人につながって、つながれていないと生きられないっていう人もいるわけであります。いろんなことにつながれている人に解放を知らせる。これ皆さんね、この人たちは自分が神の国に入るために何か頑張ったでしょうかっていうことですよ。いかがですか、ね、この人々は誰も自分が神の国に入るために頑張れない、いや神の国に入れるとは思っていないんでしょ。本当は私なんかもう神の国に入れる資格なんかない。その頃のこの律法学者パリサイ人の教えはちゃんと律法を守っていないとその人は入る資格はないって言われてるんですから、もうどう考えても私は無理だっていうところの人々であります。しかしその人々が目が開かれたり自由にされたり解放されたりするっていうこと、それは恵みとしてでしょ。ただ受け取ることによって、すなわち使わされたメシアを信じることによってそうなるっていうことでしょ。もう言っちゃえばですね、何かしたからではなくって、すなわちすでにこのおいでになった方に信頼を移した時にそのことを得させてくださったということ。皆さん主の祈りを覚えていらっしゃるでしょ。いつも祈ってますけども、御国が来ますようにってイエス様教えていらっしゃいます。これが神の国ですよね。御国が来ますようにってぜひこの本当にしっかりお祈りしようじゃないか。これは私の力とか私の知恵ではないことを表しています。御国が来ますようにっていうのは、私が頑張って御国を求めていきますから、どうぞ御国に入らせてくださいっていうことじゃなくって、この神様のご支配の方が私たちを捉えてくださるということ、あなたを捉えてくださる。
神様の恵みがあなたを覆うっていうことでしょう。本当は神様のご支配があなたのところに来てくださるということです。この人、先ほど言ったような人たちは、この神の国を求めて何か行動したと、自分の方から何か動いて頑張ったということではありませんで、私はそこにいただけなのに、そこに神の国が来てくださったということですよね。あのザーカイ見てもそうですよ。あのもうね、お金に頼ってね、お金が全てだ、自分をですね、この見下した連中たちをですね、見返してやってですね、私は成功者だって、あのこう見せびらかしたかったんでしょうね。もう何の心配もないということにぐらいのお金持ちになったんでしょうけれども、その時に彼に襲ってきたことは、本当に誰にも信用されない、信頼されないっていうか、誰にも相手にされないっていうかですね、家族もみんなこの周りから嫌われてるみたいな状況に陥ってる姿で、彼はもうおそらくだん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 この行き詰まってきたに違いないので、ですからイエス様がおいでになるっていうから全然関係ないと思っていたはずですけども、しかし木の上に登って何とか眺めてやろうと思って見ておっただけですよね。ザーカイ、降りてきなさい、今日あなたのうちに泊まるよって、予定がない、そんなこと全然予定してないんですけども、イエス様がおいでになってエリコの町を通って、一軸桑の木の上にいるザーカイを見上げて、そして降りてきなさいとおっしゃってくださる。ザーカイは何か動いたんじゃなくて、そこにいたザーカイのところにイエス様が来て、そしてまさに彼の客となってくださるっていうね、誰にも相手にされない、誰にもこのね、ザーカイと言われない、まあ言われることは全部呪いの言葉でしかないようなザーカイに向かって、イエス様が客となってくださる。皆さん、イエス様があなたの客となって来ていてくださるということを知ってらっしゃる。あのいい言葉がありますよね、台所にかける言葉でね、あのキリストがこの交わりの中におられるっていうね、今日の飯うまくねえなとかですね、あのお祈りして感謝して食べ始めてもですね、なんだこれ焦げてんじゃないかとかってね、なんかうちの会話を言ってるみたいですけども、あのイエス様がそこにおられるっていうね、まあ一人で食べてらっしゃる方もいるかもしれませんけど、テレビ見ながらね食べるのかもしれませんが、あのどうぞイエス様はそこにおられるっていうね、本当にこのザーカイのことを思うとね、皆さんね、えって神様が私たちのことを知っていてくださるんじゃないかということを本当に思いますよね。ロマ書の8章の30節を後からどうぞご覧ください。そこにはね、神はあらかじめ定めた者たちを召し出しってありますね。神様はあらかじめ定められた者たち、皆さん、あなたは神様があらかじめ定められた方です、ね、アーメンとどうぞ受け取ってください。ロマ書の8章の30節にあります。神様はあらかじめあなたのことを知っていらっしゃったというんです。定めていらっしゃった、そして召し出した者たちを義とし、義とされた者たちには栄光をお与えになったのです。後からどうぞこの30節をご覧ください。神様が私たちをもうあらかじめ知っていてくださった、全世界で信じた人々はこの通りであります。そしてある時にそれぞれを召し出された、それは呼び出してくださった、コールしてくださったということですね。あなたを私についてきなさいって召し出してくださった。その時一つのね、みんな全員共通点が一つあります。何だと思いますか。それはあなたがね、
神様から見失われていた方であったということですよ。私たちが神様から見失われていたものであった、その時神はあなたを召し出してくださったということです。これは全員共通ですね。このすぐ後に4人の漁師が弟子になるところが出てくるんですけども、イエス様のメッセージがおそらくその辺りになされていたんでしょう。その頃にイエス様がガリラヤ湖の周りを歩きながらですね、この4人のこの漁師さんに私に従ってきなさいとおっしゃったんですね。ということはこの4人はなんでイエス様が従ってきなさいって言ったらピョンと従っていくんだろうかで、ね、ずいぶん考えた方もいらっしゃると思いますけども、この方がこのたちは全部漁師ですから、夜中行ったりですね、いつ行くか分かりませんけども、律法を全く軽んじる生活をこの当たり前にしておりました。そして彼らはもう漁のことだけ考えていたでしょうね。漁をした後はお酒を飲むかなんか知らないけど、そういう生活をしておった、これが人生だと思っておった。すなわちそういう意味で神様からあらかじめ定められていたんですけども、今は見失われたものとなっていたということ。その後に汚れた霊に取り憑かれた人が出てきますけども、自分をね、もうわざわざこのサタンに身を売ったようなね、この周りの人を嫌な気分にさせるような、そしてこのそういう汚れたことを好んでいくような、そんな生活をしていた人がいます。礼拝しようと思うその場所にいましたけども、イエス様はその方を救い出されます。そこにたくさんの人が礼拝に来ておりましたけど、その中でこの人に目を留めなさる、この人が失われていたその人だからですよ。多くの病人がイエス様のもとにやってきます。みな失われていた人々ですね。みんな自分の病気のために心配し悩みね、苦しんでいた人々、もうあのつぶやき不平、いろんなことでしょう、どうにもならない、もう大変なんだ、いろんなことを言い当てた人々でしょうね。皆失われていた人々、重い皮膚病の人、雷病にかかってですね、もうだんだんあのいろんなところがとろけていく、そういう状況にいる人、チューブの人、そして徴税人レビもいます、マタイですね。彼も名前はあの本当はキヨシっていう名前になる、日本語に訳すとね、清い人って親はつけたんですけども、しかし彼もまたですね、ローマ あの手下のような生活をしておった。自分を見失っていく、ザーカイ先ほど言いましたけれども、そしてサマリアの女性もそうです。もう極めつけは放蕩息子ですよね。もう豊かなものを持っていたけれども、それを全部使い果たしてしまって、もうどうにもならない状況に陥っているっていうことですよね。この方もこういう方も神様はあらかじめ定めておられたことを知らないで、そして気づいたらもう全く遠く離れてしまっているっていう状況になっている。それは皆さん、私たちのことではないか、あなたのことではないかって思いませんか。ああそうだなっていうね。私も若かったけれどもね、本当にあの振り返ったらそうだなと思いますよね。ね。しかし聖書は、私たちの神は
どういう神ですか？このような失われたものに対して恵み深い神でしょ？慈しみは常しえであるとおっしゃる神なんですよ、皆さん。あなたに対して神は恵み深く慈しみが常しえの神、それが聖書の神です。私たちがこの神を求めて随分変わってきたんじゃない？神がご自身を私たちに惜しみなく与えてくださって今日あるのではないですか？だからマタイの言葉が本当に聞く言葉になります。疲れた者、重荷を負う者は誰も私のもとに来なさい、休ませてあげようって言われるんですよ。皆さん、皆さんがいつも疲れていてごらんなさい。そのあなたに対して親切をしてくれる人がどのぐらいいるか、あなたが重荷を負うて大変な状況にいてください、誰があなたのもとに来て一緒にあなたを支えようとする人がいるか、ね、先ほど良きサマリア人が言いましたけれども、皆さん、祭司、もう神様のために人々を取りなす役割の人ですよ。その人が最も今助けが必要だっていう人を避けていくんですから。私たちもいいことは言います。みんなに向かってこうしましょう、ああしましょうっていいことは言います。しかしそれを本当にするだろうか？神殿に仕える人、本当に神様に仕えているその人でさえも、その傷ついた人、半殺しに遭ってる人を見てですね、さよならって言っちゃうんですから。皆さん、このイエス様の言葉、すべて疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとおっしゃるんです。皆さん、そしてもし私たちがイエス様を信じたならね、私たちはこの通り行くんですよ。だからあなたが信じたらこうなるわけですよ。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようっていう生き方に私たちは立ち上がらされるんじゃないですか。なぜなら私たちはイエス様から無償で、そんなものじゃなかった、私たちは勝手に生きた、自分でめちゃくちゃやってきた、知らんかった、神様なんか知らんかった、私はもう自分が楽しくてやってきた、面白くてやってきた、もうめちゃくちゃやってきた、ただ一人私のことをずっと心配し続けてくださった方がいた、親もそうだったかもしれない、しかし友人もそうだったかも、しかしみんな離れていく、そういう中で私のことを帰ってくるのを待ちわびている方がおられたっていうね、そういう中で私たちはしばらくの間誰にも分かってもらえないこの苦しみっていうんでしょうか、そして人はみんな嬉しそうに通り過ぎていくっていうんでしょうか、しかし自分はどうしていいかわからない、自分をどうしたらいいのかわからないという状況、ね、しかしあなたに対して神
神の恵みは深く、慈しみは常しえである。それがイエス様でしょ。どこへでもイエス様は行かれるんですよ。優秀じゃなかったら一生懸命頑張らなくっちゃ入れないなんておっしゃってなくって、ご自分の方から求めて行かれるんですよ。どこへ行ったかな、どこへ行ったかな、ああここにいたと私たちを見出してくださった、それがイエス様であられるんじゃないですか、ね、そうです。あのね、イエス様に頼らなくて、もう自分の力によって生きるしかない、自分だけが頼れるのは、人なんか頼れない、いやそう思いながら人に頼っているんですけどもね、そしてお金に頼ろうとする、あるいは皆さん、あなたは何か偶像に頼ろうとしていないか、これだけは話せないというようなものを私たちはすぐ作り出してしまう。悲しいからね、皆さんね、イエス様でさえも偶像にしようと思ったらなる。私はキリストを信じているということさえもうっかりするとさ、偶像になりかねない。このね、悔い改めなさいっていうのは、そういう自分に頼る、自分の考えに根ざして生きる、そしてこの世のものにもう頼っていこうとする、お金に頼っていこうとする、そういう考え方、人生はこの世だけなんだっていう考え方を変えることです。悔い改めっていうのは反省するとかね、後悔するとかじゃありません。あんなことしてもうやんないとかですね、そんな反省とか後悔じゃなくて、思いを変える、あなたの思いを変えるんです、ね、この私に頼っている、私だけが頼りっていう、あなたの考え、あなたの知恵が素晴らしいんだと思っている、そのことに対して思いを変える、方向を変えるんです。主よ、あなたに信頼します、イエス様に信頼を移すんです、イエス様に頼るんです。皆さん、これが悔い改めです。これまでの人生、自分と周りの人とお金に頼ってきた人生を、あなたの救い主であられるイエス様に頼る、それがこの悔い改めです。悔い改めて福音を信じなさい。もう単刀直入に言うなら、それは神がイエス様によってあなたの罪の許しを成し遂げてくださいました。これが福音です。あなたの罪は払いきれません。私たちの罪は払いきれないんです。その罪を、罪のないイエス様が引き受けてくださったんです。命であるイエス様が、聖なるお方が私たちのために罪となってくださったんです。神様の前に私たちはその全ての罪の許しを受けさせてくださる、それがこのよみがえらされたキリストイエス様を信じることです。仰ぐことですね。主よ、私はあなたを仰ぎます。あなたは私の主、あなたは私のキリストです。皆さん、私たちはこの方により頼んでいく、これが救いですね。福音を信じなさい、これはイエス・キリストを信じなさいですね。ぜひ皆さん、今日私たちは最後にローマ書の3章をもう一遍どうぞ開かせてくださって、277ページどうぞ開けてください。新約聖書の277ページ、ロマ書の
三章。ご一緒に25節を読んでみましょう。真ん中下の段の4行目にありますね。25節3、はい、神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。どうぞ皆さん、このね、無償で全部の罪の許しを成し遂げてくださったイエス様を信じようじゃありませんか。信じていると思いますが、ということは私たちがどうぞ本当に人をあなた自身もそうですが、あなた自身がこのイエス様が捉えていてくださるということをしっかり受け取ってください。あなたを見捨てたり見放したりはしないとおっしゃるイエス様を本当にどうぞしっかり見上げてください。そしてどうか私たちが他の人に対して本当に善を図ることができるように、そのことに戦ってください。ぜひそれはこの信仰から出てくる新しい生き方ということができると思いますね。25節の最後には、それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためですとあります。どうぞ皆さん、神様の前にイエス様を信じさせていただいて、そして神の目から見て義なるものですと言われる言葉をしっかり本当に感謝して受け止めようじゃないか。そして本当に主を賛美しましょう。お祈りします。時は満ち、神の国は近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。神様、あなたはイエス様を使わせてくださり、そしてこの歴史をひっくり返し、新しい契約を結ぶという偉大なことを成し遂げてくださいました。罪人を許し、あなたの子としてくださり、永遠の命を得させてくださいます。成し遂げてくださったイエス様をあなたは復活させ、復活の初歩としてあなたの右の座に挙げられました。イエス様、あなたを心から信じます。主よ、どうぞこのあなたに信頼する私たちをどうかあなたに喜ばれる道を歩ませてくださいますように、皆によってお祈りをいたします。アーメン。